おはようございます。石くんチャンネル、今日も始まりました。石くんです。今日もね、日沼です。でもね、今日はね、ちょっといつもと違うんですよね。見てる皆さん覚えてるでしょうか。俺がね、今年、一発目に出した動画ですね。そこでね、今年のね、まあ抱負っていうんじゃないけど、を言うような場面があったんですけどね。そこでね、俺は、俺の YouTube を見てる人たちとね、一緒に鯉を釣りたいって言いました。でね、一緒にやりたいっていう人がね、いてくれたんでね、今日はね、視聴者さんと鯉釣りです。それじゃあね、早速登場してもらいましょう。どうぞ。こんにちは。こんにちは。あ、どうぞどうぞ、前来てください。はい、この間もあったんですけどね。そうですね。先生一緒ですね。はい、よろしくお願いします。今日の釣果の方は、バラシが2回です。バラシが2回ですか。はい、まあきっとね、大きいのが釣れますよ。はい、頑張ります。でね、まだいるんですよ、他の視聴者さんがね。どうも、はじめまして。はじめまして。どうも。はい、一緒です。ピシ。私もまだ始まって、はい、まあ初心者で、はい、吸い込み自体も経験が少ないんですが、はい、まあぜひこの YouTube を見て、はい、まあ石さんと知り合うことで、はい、私にもチャンスが巡ってくるのかなっていう、はい、かすかな期待を持って、はい、まあ今回無理を言って石さんとコンタクトを取らせてもらい、はい、ここに来ました。はい、まあ釣果は別としても、まあ今日は楽しくやっていきたいと思います。はい、そうですね、楽しくやるのがね、やっぱり一番だと思うんで、俺は、楽しく仲良くやれたら、まあそれでいいんじゃないのかなと思います。はい、でね、もう一人隠し玉がいます。おいで。はい、はい、こんにちは。史上最年少カープアングラーですね、小石の。よかったら自己紹介でも。翔吾です。はい、ということでね、翔吾くんです。今中学3年生だよね。中学3年生でこいつに渋いね。やっぱりね、今はね、中学3年生ですよ。中学3年生、やっぱり中学3年生って言ったら釣りしてる場合じゃないですよね。そうですね、受験勉強ですよね、やっぱりね。まあこいつにも頑張ってほしいけど、そうですね、勉強も勉強も頑張ってほしいですね。はい、でね、これからもずっとこいつり続けてほしいですね。こうやって若い子にね、やってもらいたいです。そうですね、こいつり会の期待の星だよ、翔吾くん。ね、頑張って続けてね、呆れないでね。それじゃあね、今日はね、この4人で面白くできたらいいかなと思います。ということでね、じゃあ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、それにしても寒い。今日のね、最低気温2度でした。あー、口も回らねえわ。さ、よし、よいしょ。今日もね、石くんスペシャルが火を吹くでしょう。よし、そして寒い。はい、それではね、斉藤さん、お帰りの時間です。どうだったでしょうか。その後は当たりありません、残念ということで、今回は、はい、また次回頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。はい、また一緒にぜひやりましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではお気をつけて、はい、お帰りください。お疲れ様でした。石くんヒットです。おお、出ますね。止まんないっすね。止まった。果たして取り込むことができるのでしょうか。これ期待もできるかな。
こないですね。ここに来てんだかもわかんない。あ、まだ立ってる。田んぼみたいに太ってんじゃないですか。これなんだよなバギに竿を並べてて太くねえんだから。さっき言ってたんですよ、こっちに流れてくるのしたらやっぱ当たりますね。よいしょ、やっぱ意外生まれと太ってますね。すごいですよね。はい、ということでなんとか一本釣ることができました。よいしょ、よかったよかった。はい、ということでね、今回釣れたこれが、よいしょ、はい、90ないぐらいか。うん、これもね、でっぷりとしたいいこいです。はい、ということで1本目です。いや、もう一本釣れたんでね、俺としては満足です。よいしょ、いや、はい、こんな感じのね、いい声が釣れました。やっぱりね、このぐらいのサイズだとちょっと嬉しいですね。サムネのあれを撮ってんすよ。あ、はいはい、はい、ということでね、今回の釣行終了しました。あ、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。釣果の方としてはね、まあ非常に残念なことに俺の一本で
終わってしまいましたけども、今日は皆さんどうだったでしょうか。しょうごくんどうだった。みんなと楽しくできてよかったです。うん、よかった。楽しかった。はい、あ、よかったよかった。これからもこいつりずっと続けてね。はい、はい、黒原さんどうでした。今日は貴重な、まあ、石さんの、まあ、一本、はい、まあ、連れて、私は連れても連れなくても今日来て、まあ、石さんと、まあ、初めて、まあ、ここでお会いして、まあ、とても感じのいい感じを受けたので、まあ、できればでここで一本誰か、大きい声を上げてくれればそれで満足かなと思ってたら、やっぱり見事に石さんが、まあ、90代の声を上げてくれて、まあ、それを目の前にして、いや、すごいでかいなとも感じました。で、まあ、私もこれから、まあ、いろいろ教わりながら、カメラ見せて、はい、教わりながら、はい、ちょっと大きいのを仕留めたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、はい、宮崎さんどうでしたでしょう。課題が一つ増えて、はい、また楽しい声聞きができたら、はい、いいと思います。ああ、そうですね。はい、まあ、これからもね、どんどんこうやってね、楽しくね、友達の輪を広げつつ、ね、こいつにできたらいいですね。はい、はい、それでは今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、はい、ということでね、今日の動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。会いましょう。